ラ・クロコスキー警部補です。ようこそ番組に。はい、ジギー、呼んでくれてありがとう。スタジオまで。Thank you.
五郎竹村だ。話がある。トムズダイナーに来い。なんであんたと話さなきゃいけないの？俺がお前の命を救ってやったからだ。あまりにいろんなことが起きて、未だに頭の整理がつかない。時間がかかるのは当然だろう。だからなんだ、生きるつもりがあるならもう一度リングに上がるしかない。ゴングはすでに鳴っている。トムズダイナーに来い。待ってるぞ。助けに来たのよ。令状もないくせに。うるさい。いいから開けろ。それで奴に聞いたんだ。人格矯正の何がそんなに悪いんだって。WNS ニュース、財布配れです。今日、ルシアス・ライオ市長が死去し、ナイトシティは悲しみに包まれました。遺体を発見したご遺族の証言によると、就寝中に亡くなったとのことです。冠動脈インプラントの不具合が疑われています。ライオ市長の残りの任期は、副市長であるウェンドン・ホルト氏が引き継ぐ予定となっています。ホルト氏はまた次期市長選に立候補すると。市長である昨日のことについて話もう報告はしてある。アダムが対処するって。いや大丈夫。そんなに口を開けないぞ。
座れ。思ったより元気そうだ。あの時はとても助かるとは思わなかったが。それで何の用なの？まずはじめにエブリン・パーカー、彼女の居場所を教えてくれ。エブリン？どうしてよ。彼女とヨリノブは親密な関係だった。きっと奴にたどり着く方法を知っているはずだ。私も彼女に用があったところよ。チップの摘出を手伝ってもらう約束なの。そいつは無理だろうな。彼女はすでに遠くへ行ってしまったらしい。なぜ彼女が遠くへ行ったと？手は尽くしたが居場所が一向につかめない。痕跡を消して町を出た可能性がある。パーカーにチップの摘出を手伝ってもらうと言っていたが、彼女は企業とつながっているのか？それはわからない。エブリンはレリックについてかなり詳しかったし、機密情報をいろいろ知っていた。正体はわからないけど、私は彼女に酵母特有の狡猾さを感じたの。わかるでしょ。なんなら誰かに代わりにやらせればいい。俺にもその狡猾さとやらがあるのか。そうよ。あんたは飼い主に小屋から追い出された野良犬でしょ。忘れたの？ほう。終わり？急いでるからもう行くね。待て。ヨリノブは父親殺しの罪を償わなければならない。正義のため？このナイトシティで復讐のためだ。この町にもふさわしい動機だろう。ヨリノブの失脚を望む人間は社内にもいる。あと必要なのは証拠だけだ。ただの傭兵の言葉が証拠になるわけ？今はそれしかない。他に頼れる知り合いもいない上、自分は逃亡者として追われる身だ。じゃあ何？アラサカタワーに乗り込んで、ヨリノブがサブローを、実の父親を殺しましたって宣言しろってこと？安全な場で分別ある人々を前に語る機会を作る。それが真実だと証明するにはある手段を用いる必要があるが。嘘発見器ならお断りよ。ではこれでどうだ。お前は死に向かっている。そして助かる方法を知らない。元凶は例の生体チップ、レリックだ。アラサカが開発し、アラサカのみが知る技術。つまりアラサカはお前を消すのも救うのも意のままというわけだ。死にたくなければ叱るべき人間を味方にしなければならない。例えばアンダース・ヘルマンとか。一体どこでその名を？チップ強奪の際に調べたからよ。ヘルマンはレリックを設計した人物。奴はただの駒に過ぎない。俺が言ってるのはもっと上の人間だ。そもそもアンダース・ヘルマンはアラサカを裏切り逃亡したかった。独自に大屋監修を制定できるというわけです。花子様、お会いできて光栄です。こちらこそ。では花子様、まずお伺いしたいのは。たく、また荒坂か。おい、勝手に帰るな。うるせえ。候補のメス豚なんかあんた以外誰も興味ねえんだよ。なんだと貴様、文句あんのか。竹村よしなって。連れの方はまともらしいな。トムは悪い奴じゃない。思ったことをすぐ口にしちゃうだけ。あいつを見ているとずっと厨房に立っていた父のことを思い出す。トムは悪い奴じゃない。思ったことをすぐ口にしちゃうだけ。あいつを見ているとずっと厨房に立っていた父のことを思い出す。
申し出はありがたいけど、少し考えさせて。また連絡する。これは、俺の提案は、お前にとっても決して悪い話ではないはずだ。一つだけ頼みがある。絶対にこのナイトシティを離れないでくれ。なんで私が街を出るのよ。助けてくれる相手を探すならここにいるしかない。荒坂の専門家を頼るのが一番だ。それ以上の救い手が見つかると思うか。さっきも言った通り当てはある。アンダース・ヘルマン、レリックの発明者ならチップを取り出せるはず。もう一度荒坂と喧嘩してでも必ず尻尾を掴んでみせる。ヘルマンは荒坂から逃亡した。ある日忽然と姿を消してしまったんだ。俺自身何日もかけて街を捜索したが、徒労に終わった。いろいろ調べ回ってたみたいね。指をくわえてじっとしているわけにはいかない。情報を探り、来たるべき事態に備えなければ。それが仕事だしね。かつてのだ。なんでヘルマンを探してたの？ヘルマンはヨリノブの企みについてサブロー様に警告していた。重要な証人になるかもしれない。ネズミは尻尾をつかまれるとよく喋る。数日間にわたって情報を集めた結果、とある場所が繰り返し出てきた。アフターライフというクラブだ。直接行ってみたが門前払いを食らった。ローグという名の女フィクサーにな。企業の人間と思われた？サブロー様の殺害犯だと思われたようだ。ローグはこの町の情勢に精通してる。ヘルマンについて尋ねてみる価値はあるかもしれない。検討を祈る。気難しくて金に汚い無礼な女だ。どうにかしてエブリンの居場所をつかめるかもしれない。あの女がこの事態を招いたのだろう。役に立つとは思えんが。盗人にも仁義ありって聞いたことない？常々皮肉な言い回しだと思っていた。この世に仁義は存在しても、盗人にそんなものはない。よりのぶ荒坂にも同じことを言えるの？パーカーがお前を助けることはない。悪いことは言わん。別のつてを探した方がいい。これ以上の長居は危険だ。パーカーでもヘルマンでも好きに探せばいい。俺は何人か友人を頼ることにする。荒坂内部の仲間と話がついたらこちらからまた連絡する。じゃあまた。万一ヘルマンを見つけた時は俺にも知らせてくれ。まだ彼に聞きたいことがいくつかある。ザッパー餃子か。ったく、ナイトシティの食文化には進歩がねえな。荒坂は絶対的権力を持って君臨。世界は破滅への道をまっしぐら。結局何も変わっちゃいねえ。だがローグが生きていたとはな。何なのあんたは。私を殺そうとしたくせに今度は友達気取り。まるで何もなかったみたいに。俺と話すのに声を張り上げる必要はないだろう。何がしたいの？しばらく考えて気が変わった。今はお前を殺そうと思っちゃいない。じゃあさっさと消えて。あのな、こっちも大変だったんだぞ。お前はゴミ捨て場で目覚め、俺はお前の頭の中で目覚めた。お前の思考や記憶と格闘しながらな。それにこの間の後冷静になって考えたんだが、俺たちは互いに助け合えるはずだ。まずはローグに会いに行こう。あいつとは昔馴染みみてえなもんだ。過去の亡霊が何言ってるの？当時のお友達はみんな死んでるか、ボケてあんたのことなんか忘れてるに決まってる。俺は伝説になった。忘れることなんかできねえよ。そもそもあんたがローグの知り合いだから何？会いに行って私の脳腫瘍が挨拶したがってますとでも言うわけ？心配すんな。ローグはもっと馬鹿げた話を散々聞いてきてる。
お前がまだ父ちゃんの玉の中にいた時からな。知ってる。あんたの記憶を見たもの。気持ち悪い。とにかくローグのことは俺に任せておけ。お前はアフターライフへ向かいな、相棒。誰が相棒よ。
Thank you.
ぶっ壊してやりな。返済が少し遅れるけど、はいはい、うん、調子に乗るんじゃないよお嬢ちゃん。かかってきなよ。何して埋めてやるよ。
い、フィー。バカじゃないの？あれ？前にも来てたよね。オービタルエアは快適な宇宙の旅を。顔を覚えるのは得意な。ご旅行の際には。悪いね、チューマ。もう閉店だよ。エブリン・パーカーに話があるの。今ここにはいないっていうか、このところずっと見てないね。どこか心当たりは？知らないよ、ジュディに聞いたら。ジュディは部屋にいるの？ええ、下の階よ。ジュディには知らせとくから。おかしな真似をするんじゃないよ。いいね。ちょっと、もう一度言って、何をしてほしいって。やつに体で分からせてやってほしいのよ。銃を使ってもいい。とにかく部屋を取り返したいの。ジュディがまたやらかしてる。ちょっと、どこ行くの？そっちには何もないよ。そいつ、ジュディの友達よ。紹介しないで。あんなに大勢連れてきてどうしろっていうの。余計な気遣いの前にまずはお客の相手をしたらどう。スージー、どこに行く気？話は済んだでしょ。なんか用？ジュディ、エブリンを見てない？彼女に大事な話があるの。例の計画が失敗したから、その責任を押し付ける気？計画の顛末を知ってるってことは、エブリンと話をしたわけね。知ってるのはあなたがヘマしたってこと。どこがプロなんだか。強奪を命じたのはエブリンよ。でも失敗したのはあなたでしょ。ふざけてるの？はぐらかすのはよして。難しい話じゃないはずよ。なぜ居場所を教えてくれないの？あなたが信用できないから。その場にいなかったのに何がわかるの？そうね、あなただけの責任じゃないことは認める。でもその顔、必死なのが見え見えよ。まあ確かに状況は最悪よ。強奪計画で盗んだ生体チップのせいで私は死にかけてる。ゆっくりとね。依頼主のエブリンならこれを止める方法がわかるかもしれない。だから彼女の雇い主を知る必要があるの。信じていいものかどうか。実はエブリンはドールナのクラウドで働いてた。そこにいるかも。どこにあるの？デスクのタバコケースに住所が書いてある。それを持ってってエブリンに渡して。メガタワー合成ね。待って、その彼女の様子、私にも教えてくれる？連絡する。それでいい？ええ。
がとう、V。ドールか、別に驚きゃしねえが。記憶痕跡のあんたを驚かせることなんてそうそうないでしょ。お次はそのクラウドってとこか。行くしかなさそうね。閉まってるよ。他に行くところないわけ？ジュディと言い合ってたみたいだけど、何があったの？別に関係ないでしょ。まさかあんたまで助けを求める子には手を差し伸べろって言うんじゃないでしょうね。ちょっと気になっただけよ。中途半端な好奇心で人のことに首を突っ込んだってろくなことにならないよ。エブリン・パーカーに何があったの？なんで私に聞くのよ。ジュディと話したでしょ。ええ、でももっと詳しく知ってるかと思って。エブリンは随分前にモクソ抜けたの。つまり私にはもう関係がないってこと。商売してる子たちの味方なんだってね。いろいろ歴史があってね。まあ血生臭い話さ。確かジョイガールがタイガークローズに殺されて暴動が起きたのよね。その件で不満が爆発したの。みんなあん時はブチ切れた。女の子ポン引き立場を問わずみんな拳を上げて練り歩いた。すごい光景だったよ。モックスはそうやって始まった。でも今はあくまでビジネスをやってんだ。誰かで構わず救うことはできない。まずは身内の面倒を見てやらなきゃ。クラブは随分繁盛してるみたいね。それなりにコストもかかる。何？投資でもする気？その経営力に感心してるだけよ。随分前に引き継いだ店なの。まだ潰れてないことに驚いてる。まあなんとかなるもんね。ジュディと言い合ってたみたいだけど、何があったの？別…ジュディと言い合ってたみたいだけど、な…ねえ、本当の目当てはエブリンじゃなくて、ジュディのばあちゃなんでしょ？確かにあれ、いいよね。あんた、いい目してる。今オフなの。またね。あんたいい目してる。今オフなの。またね。あら、かわいこちゃん。あんたいい目してる。私はミスター・ハンズ。パシフィカで仕事が欲しければ連絡しろ。 B よ。何？初めましてもなし。知り合いて大変光栄だ。用があれば連絡しろ。おい、 B。Thank you.
なに死にたいのか、うんうん、リー、久しぶりやな。若子岡田、ウェストブルックの淑女。時間ができたら会いに来いや。サンドラ・ドーセットの件で肩をつけな。あんたはようやったで。ええ相棒もおったことやしな。ほなら。
昨日はセールをやったそうだ。その調子じゃ日が暮れるぞ。考えてばかりいないで。この先にあるのは天にも昇る快感か、それとも天国そのものか、どっちだろうな。どういう意味？説明してもらえる？ブレインダンス女は何か隠してる。ここまでにタイガークローズを二人見た。この建物はきっと奴らの島だ。荒坂とタイガークローズがつながってる。どういうこと？コーポはみんな汚い手を使うが、ストリートはそれ以上に薄汚れた世界だ。だからそこでのいざこざはギャングに任せとくんだよ。スーツが汚れちまうからな。知らないのか？そうじゃなくて、荒坂から身を隠したいなら。タッチワイフに突っ込んで楽しんだら、そら浮気か、裏切りになるのか。そうは言わないが、ドールハウスの手伝って。意識もない、空っぽだろ。ラテックスと何が違う？格の高いマスターベーションだけだ。クラウドへようこそ。あなたの心の奥の望みを叶えます。ではターミナルにジャックインを。私の望んでるものが分かるっていうの？クラウドはお客様の奥に眠る願望を必ず探り当てます。求めているもの、あるいはそれ以上のものを得ていただくのが当店のモットーですので。どういうシステムなの？アルゴリズムがドールの運動機能を制御し、お客様のプロフィールデータをもとにリアルタイムでサービスを提供します。行動チップが記憶を制御し、ドールはセッション中の出来事を覚えていません。会った痕跡が一切残らないってこと？お答えすることはできますが、あまり種明かしをしてしまっては興ざめでしょう。ブースの中ではお客様は自由なのですから。まるで危険はないけどリスクはあるって言ってるみたい。そういう言い方もできますが、想像を超えた体験が待っていることだけは確かですよ。なるほど、面白そうじゃない。従業員のエブリン・パーカーを探してる。少しお待ちを。エブリンはご指名になれません。大事なようなの、彼女に合わせて。当店のシステムがお客様にスリルを提供する最適なドールをお選びしますよ。ドールの髪と目の色はお好みに合わせてリアルタイムに変更可能です。ただ彼女と話がしたいだけよ。どうぞご安心ください。ドールはどのような話題にも必ず対応します。さあジャックインを。失礼、あまりにも退屈だったんでな。もういいだろう、メニューもウェイトレスもすっ飛ばしてシェフに直接オーダーしに行こうぜ。どういうこと？目立たないよう普通の客として入るんだ。向こうが手の内を明かさないならやり方を変えるんだよ。よし、やりましょう。ライブセッションのため予想外の展開となることもありますが、原則中断なさらないでください。素晴らしい体験を逃してしまうかもしれません。ですがもしどうしても中断されたい場合はセーフワードをおっしゃってください。ワードは何になさいますか？アフターライフ。よし、保存。
と。それでは少々お待ちください。お客様のプロフィールをスキャン中です。すぐに最適なドールが表示されます。マッチは2件。なるほど。それって普通なの？お客様はなかなか珍しいユニークなご趣味のようで。ですがご安心ください、当店なら大丈夫です。ではエンジェルとスカイ、どちらになされますか？エンジェルが良さそうね。とても素晴らしい選択です。ではお支払いを。それで雲の上に行く準備は完了です。遊びに来たんじゃなくて情報が欲しいだけなの？申し訳ございませんが、そういったご要望には対応できかねます。もし気が変わられたらまたお越しください。気が変わった、払うよ。誘惑には逆らえませんよね。それではジャックインを。これで。支払いを確認しました。それでは心ゆくまでごゆっくりおくつろぎください。エンジェルは6番ブースにいます。では切断を。もういいの？クラウドでは武器の持ち込みは固くお断りしております。危険物はすべてこちらでお預けください。なんだよ、たった二人かよ。モテねえやつだな。ご心配なく。黙ってて。セトミ、ありがとうございます。それではごゆっくり。かなりの変態ってことらしいな。誰かさんが脳に寄生してなきゃもっと候補が出たはずよ。バレリーだね。僕はエンジェル、君の天使だ。 B でいい。本当の名で呼ぶのは私をよく知ってる人だけ。でもすぐにお互いをよく知ることになる。そう、じゃあ始めてちょうだい。君は死にかけてる。どうして死にかけてると？心の奥底で君は恐れ立ちすくんでいる。だったら何？あんたには関係ないでしょ。君の頭の中にある一番大きな声は助けを求めてる。だから君はここに来た。周りを見るんだ。そこに何がある？鏡の中に何かが。ずっと奥の方に。それは投影だ。君の心の風景。へえ、セクサドールがセラピーをしてくれるの？精神分析をするわけじゃない。何も裏はないよ。君の中の欲求を満たそうとしているだけだ。ねえ、前にここで働いてたエブリン・パーカーを探してるの。居場所を知らない？もっと俯瞰視点で物事を見るんだ。エブリンみたいなさまつなことは忘れて。調子に乗らないで。いいから質問に答えなさい。でもそんなことを聞いて何になる。こぼれた水は元には戻らないってのに。こぼれた水は戻らないって何か知ってるの？君の身に起きたことさ。君がうちに秘め決して誰にも明かさないこと。知ったふうね。もったいぶる必要はない。私は一度死んだ挙句、今また死にかけてて、助かる方法もわからない。どう？これで満足？君は何かを残したいと願った。自分の一部をね。それが全ての始まり。忘れられることを拒んだ。ええ、頂上に登り詰めて伝説になってやろうとね。
でももう実現できそうにない。それでもどうせ死ぬならせめて歴史に名を刻みたい。ほんの脇役でいいから。その後は君は死をどう捉えてる？消滅した後は完全な無が待っていると。私はただ消えるのよ。後には何も残らない。そうとは限らないだろう。ええ、でもそれなりに確信がある。そう考えると悲しくならないか？窓の外が雨だったり、どこかで野良犬が死んだりする程度の悲しさよ。僕は悲しい。君の不安が全て消え去っても、その喜びを感じる君がいないのかと思うと悲しい。仕事で悔しい思いをすることも、システム以上に悩まされることも、道端で銃弾を食らうこともなくなる。結構なことじゃない？話はこれで終わり？これから君がすべきことを伝える。え？どうぞ。君は決して引き下がらない人間だ。そのままでいい。一歩たりとも引くな。この町では人は買い物に出ただけで命を失う。だが君はそんなことにひるまず、危険の中に飛び込んでいく。ずっとそうしてきた。私の周りで、いえ、私抜きで全てが進んでいく。もう追いつけない。それはちょっとした思い込みさ。僕たちの道は絡まりながら、決して終わることなく変化し続けていく。君に起きていることは世界をも変えるかもしれない。 B、 決して振り返るな。殺す必要があるなら殺せ。世界を焼き尽くす必要があるなら焼き尽くせ。いいね。どうもありがとう。もう少しここにいさせて。誰だってそう言う。でも先に進まなきゃ。アフターライフ。なんだ、何が起きた？セッションを中断させたのか？俺が何かしたのか？満足できなかったとか？エブリン・パーカーのこと何か知ってる？ちょっと待ってくれ。そういうのはダメなんだ。ドールハウスのことには答えられない。まずいことになる。頼むからもう行ってくれ。質問に答えて。そうすればすぐに解放してあげる。どこの誰ともわからない奴にベラベラ喋ったりするか。誰か訪ねてきたとか変わったことはなかった？逆と揉め事があった。詳しくは知らない。ここじゃその手の話を詮索したりしないんだ。トムなら知ってるかもな。エブリンと親しかった。やつに聞けよ。もういいだろう。逆と揉めたって何があったの？誰も見てないし、どっちが先に手を出したかもわからない。全部謎さ。すぐに揉み消された。あの件については一切の詮索が許されなくなったんだ。それはどこで起きたの？彼女のブースだ。番号は？11だ。力を貸してそのブースに入りたいの。は？どうして？いいから、ブースに入れるの？ああ、でも協力はここまでだ。トムが何か知ってるだろうから、あとは
あいつに聞いてくれ。そのトムっていうのは？エヴリンの友達だ。いっつも一緒にいた。どこに行けば会える？ここのドールなんだ。VIP エリアの2番ブースにいる。ありがとう。もう二度と指名しないでくれよ。これがリアルだったらな。入れないってどういうことだ。毎週通ってやっ、くそ、ちびる、血祭りにあげてやる。何が望みだ。やめろ。落ち着いて、危害は加えない。少し話がしたいだけよ。エブリンはどこ？彼女に緊急の用事があるの。何かされて怒ってるとか？違う。居場所を知ってるの？ここにはいない。何度も連絡したけど返事がないんだ。新しいフェイスプレートを作るって聞いてる。確か大阪のクリニックで。あ、いや違う、オーストラだ。大阪とオーストラ、どっちなの？オーストラだ。間違いない。気合を入れろ。町を離れるってエブリンから直接聞いたの？いや、仕事に来ないし連絡も一切つかないからウッドマンに聞いたんだ。そしたら町を出たって。そのウッドマンっていうのは？ミスター・フォレストのことさ。みんなウッドマンって呼んでるけど、なぜかは知らない。呼び方はどうでもいい。何者なの？俺たちの世話係だ。新人を見つけたり、トラブルに対処したり。恐れるものは何もない。まったく、そのウッドマンとやらが答えを持っているといいがな。たらい回しにしやがって。使えねえドールどもが。まずは脳みそをアップグレードすりゃいいんだ。
合を入れろ。何者だ？目的を言え。ああ、言って。ちょっと落ち着いて。人を探してるのよ。落ち着けだ。ここまで殺戮を繰り広げておいて、なかなか面白いことを言うじゃないか。荒っぽいことになったのは認める。でも協力してくれればもう誰も殺さない。テロリストとは交渉しない。くじりっぷりだな。黙ってて。さて、どうした？コンピューターを調べるくらいしかできることはないだろう。やってみろ。やってみる。あの女をリパーに売ったのか。チップが壊れたから、それを直すためかもしれない。売春街で商売してるフィンガーズという名のリパーが、ジョイトイにはうってつけの野郎だな。
金の匂いがプンプンするぜ。
お返しします。こっちには向けないでください。私はここで働いてるだけよ。私はここで働いてるだけよ。まずい。お見事だったな。外交より武力で解決、いい政治家になれる。エブリンはフィンガーズのところにいると思う。 B、
俺にそんな先見の明があるとしたら、死人の頭の中で幽霊なんかやってねえよ。機嫌を取ってる暇はないの？それはそうだが、あんただって爆弾を落とせば何でも解決できると思ってるんでしょ。やりすぎなんだよ。他にも方法はあったろう。いずれにせよクローズはこの件を根に持つぞ。おっと、残念ながら思うようにはいかなかったな。そんな様子じゃヘルマンを探せるとは思えんぞ。水路不通のおかげで作業員たちは水の処理がないのか、2週間の間命を失ってた。今のは何だ？あ、クソ、やばいぜ。もう、私にどうしろっていうの？何一つ進まねえ。外し方が分かる前に体が参っちまう。私に死んでほしかったんでしょ？だから考えが変わったと言ったろ。今は生きてほしいと思ってる。言ってることが尻滅裂すぎて言葉も見つからない。落ち着いて考えてみたらはっきり分かったんだ。せっかく振って湧いたチャンスだ。使わない手はねえってな。もう一回人生を満喫でもするつもりなの？オーロラを見たり、サファリで機械の牛やガゼルと一緒に走ったりしたいって。俺がやりたいことはたった一つ、打倒アラサカだ。そのためにはお前の助けがいる。なんで今さら大昔の理想を追うため？それとも個人的な復讐？知る必要はない。お前は俺を動かしてくれりゃいいんだ。俺に任せろ。どこに行き誰を頼ればお前が助かるか全部分かってる。チップを取り除いて荒坂も倒せるんだ。ウィンウィンだろ。
必要なのはソウルキラー。そのためにまず神輿を目指す。神輿って一体何なの？基本から教えてやろう。荒坂はネットに接続してる人間をソウルキラーと呼ばれる AI で捕らえ、脳を焼き、そいつの精神、すなわち魂を保存できる。ここまではいいか？ええ、あんたの記憶を見た。散々だったね。どうして記憶を共有してるのか気になるが、ひとまず後回しだ。ともかくソウルキラーに焼かれた奴は例外なく死ぬ。だがそいつの意識は先に記憶痕跡としてコピーされるんだ。あんたもそれでコンストラクトになった。そうだ。神輿はソウルキラーの本拠地であり、犠牲者の記憶痕跡もここに保管される。ジョニー、もったいぶってないで。ちゃんと説明して。50年前、人の精神に対する人為的操作が行える場所は地球上に神輿しかなかった。それは今も変わってない。全ての道が神輿に通じてるんだ。俺とお前の問題両方がそこでケリをつけられる。今度は荒坂に何を仕掛けるつもり？核弾頭をもう一つ隠し持ってるとか。オルト・カニンガムってやつが切り札になる。聞いたことない名前ね。だろうな。だがおのずと知ることになるだろうさ。とにかく時間はない。何としても神輿にたどり着くんだ。いただいても。ああ、今度はどうしたんだ？うちのビルの排水管が破裂しまして。死のやつら、誰も修理によこさねえんだ。言葉に気をつけろ。誰に話してると思ってる？いい。
まずは排水管の修理と。まあ、来ましたよ。他の修理も。建物中、水浸しで。B、今いいか、話が。どんな話？例の件だが、解決策が見つかったかもしれない。幸運にも、アラサカ時代の古い友人と接触できたんだ。そいつは今、ナイトシティにいる。大物と言われる連中にツテを持つ男さ。それが一体何の役に立つの？話し合いの場を設ける。その友人と俺たち二人のだ。お前はコンペキプラザで起こった出来事の真相をもう一度初めから話してくれ。信じてくれる可能性は低いが、何はともあれ足がかりにはなるだろう。ろくでなし。バレないとでも思ったの？分かった。いつどこで落ち合うの？日没後ジャパンタウンで。今具体的な場所の情報を送る。では現地で会おう。ただでチップ入れてくれたの？嘘でしょ。ほんとベーシックなやつだけどちゃんと動く。お金は一切要求されなかったの？インストールもただ？言ったでしょ全部するの。じゃあまたなって。おっと、どちらさんだ？おお、優雅にして慈悲深きお方よ。そなたは闇のおぼろを越え訪ねてくだ。地下室に閉じ込められる。世を血に染めし我々のもとを、我々の友、万物の王よ、平穏の訪れを願い祈りを捧げましょう。まるで楽園だな。どこにでも勝手に行きやがれ。だがその前に借りはきっちり耳を揃えて返してもらうぞ。これであのチンピラどもも懲りて二度とこの辺に現れなきゃいいけど。よっぽどエブリンと話したいのね。おい、並んでるのが見えないのか。割り込みしないでよ。おとなしく座って順番を待ちな。ジュディ、ここで何してるの？あなたと同じエブリンを探しに来た。どうしてここが分かったの？クラウドに友達がいるのよ。あそこじゃ噂は一瞬で広まるから。どういうこと？あなたが入手した情報を聞いて駆けつけたの。モックスがフィンガーズをマークしてるってことは？ないけど、どうして？ここに来たちょいといは具合を悪くして帰るって聞いた。まあ何もかもお望み通りとはいかないからね。これは延々と待たされるね。割り込ませてもらえないか、あの子たちに頼んでみたら？なんで私が？
いいからやってみなよ。他にいい案があるなら別だけど。ここにエブリンがいると思う。いてほしいと思う自分とそうでない自分がいる。もし見つけられたとしてもどんな目に遭わされてるかわからないから。彼女は大事な存在なのね。どうしてそういう結論に至ったわけ？居場所の手がかりを聞いた途端に駆けつけ。エブリンってのは絶対に手放したくないと思わず。この急病みたいね。何なの？おい、何してる？ここはパシフィカの闇市じゃないんだ。おとなしく順番を待て。いくつか質問があるの。さっさと答えてくれればそれだけ早く診察に戻れる。論理的だな。そういう考え方は嫌いじゃない。分かってくれ。ここで俺が席を外したら患者の顔が半分外れたままになっちまう。そのフェイスプレート、上まぶたのリトラクターが壊れてる。それだと目を閉じきれない。俺が気づいてないとでも思ったか？残念だが中古品で何とかするしかないんだよ。何人の手を渡ってきたかもわからない年季の入りようね。だとしてもだ、まぶたもフェイスプレートも一切なしと、どっちがいいと思うね？わかった、待つ。以上、ワールドレポートのコーナーでした。さあ、ちょっと我慢しろよ。痛いからね。の辛抱だ。よし、具合はどうだ？大丈夫そう。見た感じも良さそうだ。もう痛まないだろう。笑顔はどうした？あんたらタイガークローズかい？金は払っただろう。モックスよ。モックスか。なぜ早く言わない？で、何しにここへ？エブリン・パーカーの居場所が知りたいの。では、事務所で話そう。ここにはいろんな子がやってくる。大勢な。だが俺は、一人一人に心を込めて対応するよう心がけている。患者に聞いてみればいい。俺はただの案内して回りたいところだが、急ぎの要件があるんじゃなかったのかね？もちろん。
患者全員を覚えてるわけじゃ。さっさと思い出すことね。でないと今日私と会ったことを一生後悔することになる。 BD スタジオから来た二人に連れて行かれた名前も知らない奴らだ。もっと詳しく、どこのスタジオなの？確かデスヘッドのばあちゃんにうってつけだと言ってたな。ほら、ガの一種だ。知ってるだろ？外で風に当たってくる。エブリンをクラウドに行かせるんじゃなかった。ちゃんと止めておけば。今は取り乱してる場合じゃない。時間の無駄よ。エブリンがもう死んでるかもしれないのに、どうやったら冷静でいれるのよ。まだ決まったわけじゃない。だから探すのよ。こうやって時間を無駄にしてる場合じゃない。例の違法 BD、 それが唯一の手がかりよね。デスヘッドに何らかの形で関係してることも分かってる。何もないよりマシね。ずいぶん前向きなのね。私には行き止まりも同然に思えるけど。はい、B、聞こえるか？聞こえてるから叫ばないで。どうしたの？ちょっとした大会をやるんだ。あれだよ、集中してよ。商品とか用意してよ。ああ、なるほどね。そうだ、参加するか。ごめん、ウィルソン、そういうのはやらないの。そっか、残念だが仕方ない。じゃあ、ね、どうしたの？デスヘッドに心当たりはない？どんなに些細なことでもいい。この業界というか市場は、世の中のあらゆるフェチが集まる迷宮みたいなものよ。そして違法 BD の関係者は一箇所にとどまらない。だから尻尾をつかみにくいの。どこで撮影してるのか突き止めないと。きっと穴蔵みたいなところね。外でロケをするとは考えにくい。ええ、静かで人目につかないところね。連中のばあちゃんの中に居所の手がかりになるようなものがあるかも。そんなの残す場がいるかな。痕跡を全て消すことはできない。探すべき場所さえ知ってれば必ず何か出る。それに私には町で一番の BD 専門家がついてる。二人の力を合わせれば何も見逃せない。そうね。なら専門家として言わせて。プレジャーズ・オブ・ナイト・シティってサイトだけど、ダークネットにミラーがあってね。あそこは何でもあるよ。役立つ情報が見つかるかも。ちょっと考えさせて。もっといい考えがある。ジグジグストリートに何でもありそうなポルノショップがあった。デスヘッドのもあると思うの？行くだけ行ってみる。その間、例のサイトに何かないか見てみる。バンで待ってるから。おいてめえ、ちょろまかす気か。袋が四つ足りねえぞ。そいつはパブロから仕入れた。
ねえ、今夜の相手を探してるの？すんごい媚薬があるんだけど、興味ない？これってどんなやつ？ちょっとは考え、何か際どいやつはない？激しめっていうか、エロ系か？いや、ハードコアなやつ。ここにはねえな。だが裏通りのやつんとこなら行かれたのが山ほどある。マジぶっ飛んでるのがな。おすすめの商品はある？気にしないで。見えてるわよね。ママの未編集物を探してる。うちはそっち専門。また今度にするよ。待ってるぜ。あんたはどうだ？そこで私服警官みたいに突っ立ってるだけかい？BD を探してる。特別なやつを。特別？お前警官か？最高に過激なのを探してるの。デスヘッドの BD よ。へえ、お客さんなかなかのマニアだな。だがデスヘッドは高くつくぞ。おすすめの商品はある？ご利用いただきどうも。おすすめの商品はある？Thank you.
商品はどこから仕入れるの？ BD を作る連中はプライバシーにうるさいんだ。出どころなんて聞こうとしたこともね。俺がこうして生きて喋ってられんのもそうやって余計な詮索をしないからさ。私はマニアなんかじゃない。へえ、そうかい。準備するからヘッドセットを装着して、編集しながら同時に見てもらうオンザフライ方式を。いつでもいいよ。目に入るものを言って、私が見逃していることに気づくかもしれない。使えるよ。好きなだけ調べて。スカベンジャーね。このファッションセンスは間違いない。スカベンジャーの女ね。人を切り刻むだけじゃなく、裏 BD の記録までしてるなんて。どう？何か手がかりはない？田中&ロジャースの方が入った。レイヤーを切り替えてみたら？ただの箱。関係なさそうね。安物の人工コーヒー。冷め切ってる。バックアスライスか。
ジオのボリュームが大きい。きっと叫び声をかき消すためね。聞き覚えがある。スカベンジャーの連中ね。作業着にエレクトリックコープのロゴがある。届いたばっかりね。あのコーヒーを見る限り1日くらいは放置されてたはず。でもピザは新しかった。つまりバッカースライスをいつも食べてるやつがいる。でも味
味目当てであそこの店を選ぶわけがない。発泡スチロールみたいなピザよ。遠かったら絶対わざわざ買いに行かない。よし、近くにバッカースライスのあるエレクトリックコープの発電所を探してみよう。確かチャーターヒルにドンピシャの施設があったような。ちゃんとは覚えてないけど、行ってみる価値はあるかも。チャーターヒルにある旧エレクトリックコープ発電所、今はその線にかけましょう。これ以外の手がかりはなさそう。こうしてられない、急ごう。ええ、一緒に乗ってく。ええ、行きましょう。了解。さっき見たばあちゃんのサンプルが頭から離れない。あのデスヘッドのスナフモの専門だとしたら、彼女をそんな使い方するなんて、よっぽど価値のわからないバカよ。どういう意味？生まれつきの彩色顕微なだけじゃなく、ドールのインプラントまで入ってる。そんな貴重な子そこら辺に転がっちゃいないもの。さあ、着いた。中に入るの？侵入経路を見つけて。私は残ってサブネットを調べる。建物の図面があるかもしれない。調べ終わったらすぐに合流する。それまではホロで話しましょう。分かった、行ってくる。中身は全部取った？大体。大体って何？銃声が聞こえたけど大丈夫？無事よ。図面を当てる暇がなかったの。すぐそっちへ行く。下の階に行く方法を見つけ。クソクソが
そうだ、やる気だね。聞こえねえな。今殺す、すぐ殺す。
下へ行ける。私の位置が見える？うん、私もすぐに行く。待ってて。追いつくから。お待たせ。なんとかして地下2階に行かなきゃ。エブはきっとそこにいる。今のキッ、あのエブリンの見覚えが間違いない。今日作る分のメチオニンが大変です。気づかれた。 RTL を見つけたら重さは稼げる。 RTL エリトリだ。終わりだよ。どうして
いわ。ぜ、私たち、まだ生きてるのね。じゃあ、廊下へ出て。クリア、進んで。ないよな。整備室ね。何かできないか見てみる。
げ！ふざけてる時間はない！スタジオの近くみたい。何か見つかった？エレベーターを使えるようにした。出るときに使って。俺たちを舐めやがって。まさに容赦なしね。今行くから待って。よし、着いた。エブを探そう。待っててね。だったら死にな！エブリン、まだ触っちゃダメ。録画中に触ると脳がやられちゃう。リンクを切るまで待って。それを掴んで、こっちで同時にリンクを切る。タイミングを合わせるの。よし、行くよ。
合図をするから。じゃあせーの、今よ。よかった。エブ、エブリン、聞こえる？安全な場所に連れて行きましょう。そうね、急がないと。出口は？ドアを封鎖してエレベーターの電源を入れてある。じゃあエレベーターね。満足するまでね。ああ、やっぱヤニだな。この町の悪臭と排気ガスにはうんざりしてたんだ。お前だってそうだろ。そろそろ行くか。少し待って、彼女の様子を見たでしょ。俺ならあのスタジオで顔に水でもぶっかけてその場で細かく問い詰めてた。あいにく決めるのは私よ。行きましょう。あ、やば。眠ってるよ。少なくともそう見える。目を閉じてるし震えも止まったけど、こんな状態じゃなければ私が殺してるところね。どうしてエブリンに怒ってるの？あなたに行動チップを調べるように言われたとき、最初は無視してやろうと思ってた。ジュディ、私にはそれしか。大丈夫、分かってる。じゃあ一体なんで？今に分かるって。見つけたバーチャを見せてあげる。 OK、 じゃあ見せて。パラメーターを設定するから待って。これであの女の身に何があったのか全てが分かるな。早くしろ、 B。 正直回復の見込みがあるようには思えん。おいおい、何やってんだ。エブリン、力を貸して。大事なことなの。早く手を打たないと私は死んでしまう。エブリン、気分はどう？何かいる？話をしに来ただけよ。座って。いいよ、初めて。ファイルはひどい状態であまり編集できなかった。いや、回収できただけでもよしとしましょう。ああ、ロードするまで待って。状態はひどいけどできる限りのことはした。何に注意してればいいの？テックやセキュリティ、
片っ端から部屋全体の間取りが必要だ。他すべてバーチャから得られる。彼のメールは怪しまれず盗み見ることができるならな。奴に感づかれないことが一番重要だ。普通に自然に振る舞え。自分から生体チップの話をし始めたら私はどうすれば。生体チップどこで聞いた。お前に関係ないことだ。バーチャを取り戻ったら金を受け取る。お前の仕事それだけ。他のことに立ち入るな。分かったか。自分から生体チップの話をし始めたら私は。探ってみて。それ関係あるかな。さあね。でも全部パシフィカのよ。少なくとも範囲を絞り込める。顔が見えない。普通の BD ならあの種の暗号は簡単に破れるの。でもこの女は違う。どうやら相当な手だれのネットランナーね。もしくは腕利きを雇ってるか。何なの？ベベの印。知ってるの？意味まではわからないけど、誰のものかは聞いたことがある。誰？確かブードゥーボーイズ。でもふと思い出しただけで合ってるかは自信ない。あのネットランナー集団の。でもどうやってコンタクトを取ればいいのか見当もつかない。でどうするの？はあ、パシフィカに行くしかなさそうね。必要なことは大体分かった。どう思う？彼女を雇った女、誰だか見当はつく？全く分からない。ごめんね。クラウドで何が起きたのかこれで分かった。奴らが彼女を殺そうとしたのよ。チップを丸焦げにしてね。罰だったってこと。彼女に騙されたから。エブリンは知りすぎてたのよ。口封じの必要があった。だから必死に逃げてたのね。エブリンは全てを話してはいなかったようね。ふざけてる。こんなことに首を突っ込んでるって知ってたら。もう頭くる。依頼はバーチャの撮影だけだった。しかしエブリンもよく一人であれだけの計画を立てたものね。しかもボスから生体チップを横取りしようとするなんて。それであなたの力が必要だったのね。結局こんな目にあってあなたまで。 BD はもう一つある。見たい？ええ、ここまで来たらもう何にも驚かない。Oui, réalé. Tout est bien les hommes et tout intelligent pour ça. Côté et bien. Mais c'est pas un asie. Ampli, c'est plus bon manuel pour nous, mais c'est yolino. F
僕のブランチョスラ。ウゲオピボンリデトレビアン、スウェデスデシスポンクリティケスアンポンス。アコンティニューフェトラバウ。今の何語か分かる？ハイチのクレオール語かしら。ブードゥーボーイズだから。待って、どこかに自動翻訳ツールがあったはず。探してる間電話の周波数に合わせてみて。相手が喋ってる内容も知りたい。電話をスキャンするのよ。あった、ちょっと待って。とにかく何を言ってるのか調べないと。ええ、ちょうど自動翻訳ツールを見つけたの。あなたのシステムで使えると思う。インストールするね。Mais quoi même j'avais oh, que Sylvain a mené nous direct sous Alt. Vous avez une plus bonne idée? Très bien. Souvez des décisions critiques en France. A continuer fait travail. Pas besoin de finir, non?Et il n'a pas de problème.Vous avez une plus bonne idée? Très bien. Souvez des décisions critiques en France. A continuer fait travail. Judy, c'est bon. D'accord, je vais vous couper.どういうこと？ジョニー・シルバーハンドと何の関係があるの？ずっと前に死んだ人よ。リー、何か知ってるの？あの生体チップにはシルバーハンドの記憶痕跡が入ってたの。はい？デジタル化された人格コンストラクトよ。マジで？ちょっと時間をくれる？頭の中を整理したいの。え？うん、分かった。連中やあの女が何者か分かる？
どうやって探せばいいの？おい B、 俺はこの半世紀死んでたんだぞ。指を鳴らせばどんな答えも差し出してくれるようなクロームの魔法使いじゃなくて悪かったな。連中はオルトに何の用があるの？そんなこと俺が知るかよ。何か思い当たることは？ここまで得た情報は全て例のネットランナーにつながってる。その女を探すのが最優先だ。どうやら相当チップについて詳しいようだからな、助けになってくれるだろう。そんな人はいないんじゃなかったの？いいからまずは例のシャーマン女を探せな。待って、ブードゥーボーイズと連絡を取る方法は知ってるの？なんで私がエブリンを売ろうとしてるとでも？違う、最初は信用してなかったけど、エブリンへの報復が目的ならとっくにやってるでしょ。じゃあ何を心配してるの？ただあなたが大丈夫かなって策はあるの？何人かつてを当たってみることにする。いきなり連中の島に乗り込んだって追い返されるのは目に見えてる。でも誰かしら接触方法を知ってるはず。幸運を祈ってる。あなたなら大丈夫よ。ありがとうジュディ。うん、こちらこそ。あなたっていい人ね、本当に。エブリンは他人と深く関わらないようにしてたけど、彼女もあなたともっと仲良くなれてたらこうはならなかったかもしれないのに。ああ、は？